都内の公立小中学校で夏休み明けの授業が始まりました。教室に子どもたちの元気な声が戻ってきました。墨田区の第一寺島小学校では360人の児童が元気に登校しました。熱中症予防のため全校集会は各教室でリモートで実施されました。森村明彦校長は、今日は10万人以上の人が亡くなった関東大震災があった日、いつ何が起きても大丈夫なように準備をしようと話しました。3年2組の教室では児童たちが猛暑の中取り組んだ夏休みの宿題を提出していました。 USJ とか行きました。この後に京都のバーバのお家とかも行きました。今日から何か頑張りたいことありますか？みんなと仲良くしたいです。みんなと遊んだり運動したりしたいです。